干支で8番目の動物は何？ねえ、牛とら。ずるいずる、押してから答えてる。現在のアメリカ大統領の名前はジョー何？奥田さん。オバマ。太陽は東西南北どこから昇る？西。残念。時間南。残念。終了。はい、小川誠です。そしてはい、奥中誠です。ダブル誠です。ということで今日はなんかね、企画があるみたいなんですけど、はい、何でしょうか今日やる企画。はい、ということで、はい、今日はですね、私パイナップルの斉藤が、はい、斉藤さん天の声、はい、小川さんと奥中さんと、はい、まあ、お二人と共演させていただいている中で、はい、お二人ともちょっとこれは勉強された方がいいんじゃないかなと思ったの でちょっとね、こんな企画用意しました。はい、誠に出題する一般常識クイズ。あー、はい、はい、ということで今目の前にはですね、早押し機の方をご用意させていただきまして、これ早押しで、うん、クイズ対決をしていただきます。はい、ポイントは正解したら1ポイントっていう感じでやっていきますので、はいはい、柳さんもね、もちろん見てますんで、はい、オーケー。先に何点勝った方がってこと？まあ目標はでも、まあ、5ポイント選手ぐらいはいきましょうか。わかりました、はい、ね、先に5ポイント勝った選手権。選手権です、はい、2人頑張ってください。頑張りましょう。不安にさせないように。大丈夫だよ。ね、お願いしますよ。大喜利じゃないからね。大喜利じゃないよ、真面目にいくよ。言っときます。本当に頭悪いんですよ。でもね、大丈夫ですよ。私もなかなか悪いですから。じゃあそれでは一般常識クイズいきたいと思います。はい、第1問。うん。二人とも料理はね、すごい好きだと思うんで。はい。世界三大料理といえば、フランス料理、はい、中国中華料理と、あと一つは何？そういう問題？はい、奥中さん。イタリアン料理。残念。あ、閉じてください。フォアグラなんちゃらとかじゃないよ、はい、世界三大料理といえば、フランス料理、中華料理と、もう一つは何料理？何それ？だってそんな、はい、押した。日本食。残念。違う。嘘。じゃあ他に何か有名な。はいはい、奥中さん。カレー。残念。インド料理ね。インド料理ね。ほら、チャレンジして。フランス、中華、中華、もう一つ何だろう。世界三大料理。三大料理でしょ。はい、小高さん。ハンバーガー。アメリカね。アメリカ。アメリカ。他に何が。終了。正解はトルコ料理でした。なんで？それは分からん。はい、これなんでよ。世界三大料理っていう決まってるんです。なんで？検索してください。絶対嘘ですよそれ。なんでトルコ？クイズ番組で嘘じゃないの。はい、クイズ番組とか見てればよく出てくる問題ですしね。トルコアイスだね。はい、二、はい、人ともトルコアイスですけど。ケバブ。まあ、ケバブとかそうですね。へ、はい、勉強になる、はい。勉強してください。勉強になります。トルコ料理。トルコ料理。これヘナギさん。終わるこれ。5点。いくよ。じゃあそれでは行きましょう。はい、問題。来年2024年に新紙幣が日本では発行されます。へえ。新一万円札に印刷される人物は誰でしょう？小川さん。伊能忠敬。残念。違う。はい、行きましょう。今はね、福沢諭吉さんですけどね、うん、新しい、もう名前がだって。あ、奥田さん。薬作った人。残念。それは北里柴三郎なんでね。はい、あの、あれです。誰？大河ドラマの人。あ、そうそう、名前は渋谷です。渋谷。残念残念残念。大河ドラマの人がそうなるんですか？大河ドラマの、あの、あ、題材になった人。これ名前出てきたら正解ですよ。惜しい。奥田さん、残念。難しいこと言わないでよ。はい、吉沢亮。それはその主演をやった俳優さんです。なんでそれは出てくるの？はい、残念、終了。正解は渋沢栄一です。おい、これ奥田さん惜しかったね。すごいね。渋谷とか渋谷とか、すごいね。何さん、小川さん、さっぱり、うん、いや、これ僕らの都市伝説の回で言ってるんですよ。あ、新紙幣が出ます。渋沢栄一、新紙幣のことは何か言ってた。ちゃんと、すいません、ちょっと一回確認していいですか？はい、音鳴らない。いや、な、音鳴るはずなんですけど、なんか2人とも強すぎて。いや、弱いんじゃないの？逆にギュッて、ギュッて押すってこと。あ、なるほどなるほど。ギュッて押してください。はい、じゃあそれではどんどんいきますよ。はい、もう少しね、ちょっと優しい難易度を落としましょう。じゃあ問題。日本の都道府県の数は何個？はい、どっち早かった？
うわ、むずい、今のむずい。じゃあ、せーので言ったら、お願いしましょうか。せーのでよ。いきますよ。せーの、47! なんて言いました？48、47。正解は47です。いやー、中村さん1ポイント。ミニマルで歌あるもんね。そうやね、うん、成長所在地ロールね、今ほぼ同時だったんでね。わー、やったー、やったー、やったー、1ポイント入った。でもこれ思ったより大接戦だな。イエーイ。あと4ポイントで私1抜け。はい、言いますよ、はい、じゃあそれではもう一般常識ですからね、問題、はい、現在のアメリカ大統領の名前はジョー何？あ、奥田さん、オバマ。残念。違う、ジョー4文字です。ジョーです。奥田さん、おじいちゃんの人。そうですけど。そうなんだよ。いやだからあれジョー、はい、奥田さん、バイデン。正解。出た。え、なんでバイデン？ジョーバイデンです。あ、そういうこと。そういうことってどういうこと。それ以外何があるの。なるほどね、はい、幼児なるほど、なるほど、はい、ということで1対 1, 1, 対1。うわー、人の名前やだ。じゃあそれではいきましょう、はい、問題、えと知ってますね、みんな。はいはい、えとで、うん、8番目の動物は何。ねえ、牛とら。ずるい、ずるい、押してから数えてる。はい、岡田さん。ねえ、牛とら、うん、たつみ、いや8番目。はい、岡田さん、残念。奥田さん、トラあたり。残念。なんで、あたりって言って。ねえ、牛。いや、あたりって何よ。はい、岡田さん、ネズミ。ねえ、牛、トラ、ヨロニョロニョロ。何、何でした。何、ニョロニョロ。タツ残念。違います。この数え方がもう分かんないもん。はい、終了。ウサギ。残念。正解はねえ、ウシ、トラ、ウー、タツミ、ウマ、ヒツジでございます。あ、なんで羊にしたの。いやいや、それはだから2人とも8番目ぐらいまで数えれねえだろうなと思って。分かられてた。もう分かられてるんですよ。もうやめて、どんどん行かないと終わんないから。はいよ、すごいな。じゃあ問題、はい、はい、バスケットボール、スポーツのね、うんうん、バスケットボールにおいて、うん、ボールを持ったまま3歩以上歩くと何というファウルになる。あ、はい、トラベリング。正解。よし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 、イエーイ。これはね、いけたね、2点いったよ私。いいじゃないですか。はい、これいきましょう、はい、問題、世界三大美女。お、知ってますね、聞いたことありますね。卑弥呼。いや、押してから答えてほしいし。あと卑弥呼入ってないです。世界三大美女といえば、はい、クレオパトラ、はい、楊貴妃、あと一人は誰。それが、さっき言おうと思った人じゃないんでしょ。うただ小川さんは惜しいですよ、日本人ですか。そうでしょ。さあ小川さん、清少納言。あー、惜しい。あ、残念残念。そう、あ、紫式部って。もはや他に。あー、すごい。元の。元のって何。時代的にはそこの時代の人なんですよ。だから、うん、奥田さんすごい惜しい。清少納言、紫式部じゃなくて、じゃなくて、同じなんか詩とかそういうの書いてる系の人ですね。回る人、はい、回る人は知らない。誰それ。はい、世界三大美女、クレオパトラと楊貴妃ともう一人、卑弥呼じゃなくて、平安時代とかあの辺の人ですよ。ウグイス。ウグイス。平安京。だから源の。源じゃない。惜しいね、おおまさ。ああ、違う。ああ、それだけ。おだけやってる。おだけ。おの合ってる。おの合ってる。ああ、おの妹。違う。それ男。おの妹は男。私もそう思った。おの。答えは小野小町。あー、聞いたことあるけどな。なんでおまさから小野陽子で最後小野妹子になる。どんなこのクイズで盛り上がってる。やだー、そうか、小野小町か、秋田小町的なね。いや違う、それ北米だから。そうそうそう。今何対何ですか。2対1です。だからまだ私の方が有利だ。頑張らないと。どんどんいきますよ、はい、一般常識クイズ問題、はい、
江戸時代、うん、将軍のお膝元と呼ばれたのは江戸でございます、はい、ですが、大阪は天下の何と呼ばれていた。さあ行きましょう。江戸は、ああいける。お母さん、天下の台所。正解。すごい、きたきた。ほら、そう、伊達に6年ぐらい早く生まれてないんですね。まあまあ、でもね、先輩ですから。台所、天下の台所ですよ、大阪は。そう、そう、はい、あと2点。じゃあ同じ歴史の問題いきたいと思います。はい、問題、明智光秀、皆さん知ってますね。はい、明智光秀が織田信長を襲撃する際に言ったとされる言葉、うん、敵はほにゃららにある。あ、わかった。本能寺に。早かった。あ、早かったね。追い上げましたね、これで。それで3対 2? 3対 2? 3対2ですね。3対2、おー、いい勝負になってきた。さあ、それではレッドヒートは、レッドヒートあの、こっちから言わせてもらえば泥試合ですけど、ドロドロの戦いですけど、レッドヒートもう終わってる予定なんですけど、レッドヒートいきますよ。はい、問題、はい、日本の硬貨、お金ですね。あ、そっちのね。はい、日本の硬貨は何種類ある。あ、お小川さん、5円玉、1円玉ずるいのよ。残念、ダメ。押してから数えるのダメ。小川さん、500、5。残念、違う。何、6。正解。6種類、1円、5円、10円、50円、100円、500円、ね、本当だ、素晴らしい。奥の、あ、今何だ、3対3? 3対3、すごい、やばい、レッドヒートです。やだ。さあ、もうどんどんいきますからね。行きましょう。問題、太陽は、太陽は東西南北どこから昇る。西、残念。あれ違うの、西から南。残念、終了。あれ、あ、東、北。正解は東です。あ、東から昇って西に沈むのか。いやいや、4択で2人とも外すってあります。そっか、 25% 当たんないですか。しかも北は絶対違うから3択よ、実質。なんで西と南って、もうヘナギさん頭抱えちゃってるから。面白いね。面白いですね。ヘナギさん、この2人がフリーランスってすっごい不安じゃないですか。面白い。よく生きている。本当、よく生きてこれたよね。本当に大丈夫だよ。あ、大丈夫、大丈夫。はい、じゃあ行きますよ。じゃあ問題、はい、ことわざです。はい、ほんの少しの労力で大きな成果を得ることを何で鯛を釣るという。あ、聞いたことある。はい、ほんの少しの労力で大きな成果を得ること、何で鯛を釣る、ということは。なんだっけ、これは。奥田さん、釣り竿。そりゃそうでしょ。そりゃそうだ。餌のことじゃ。そう、餌のことです。そうです。餌でしょ。何で鯛を釣る。あ、じゃあミミズ。あ、違う。釣れねえな、ミミズじゃ。淡水魚だ、それは。だめ、鯛は海水だからね。どうしようかな、じゃあどっちで行く。海ですよ、海。はい、奥田さん。イカ。うわ、惜しい、残念。惜しい、そういうこと、そういうこと、そういうこと。あ、じゃあ、はい、お母さん、タコ。うわー、ダメ。惜しい、近づいてる。近づいてる。イカとかタコとか、そう、そういうお寿司にある。サバ。サバ、違う。お寿司にある。あー、わかった。お母さん、アジ、アジ、アジ。終了。なんでだんだんでかくなってくる。はい、最後、最後、はい、奥田さん、エビ。正解。あ、エビか。エビで鯛を釣る。あ、聞いたことあるね。サバに関してはもう鯛よりでけえから、ね。はい、ということで、リーチですね。リーチ、岡川さん、追い上げられちゃってる。さあ、これは本当にもうデッドヒートですよ。早くリーチしないと。リーチ、私も。はい、行きますよ。はい。それでは、問題が、問題でございます。はい。これは岡川さん有利かな、ちょっと。いいよ。オーストラリアの先住民のことをアボリジニ、うん、はい、聞いたことありますね。ありまする。では、ニュージーランドの先住民のことを、あれだよ、カタカナ3文字で何と言う。マオリ、マオリ。正解。すごい。そうでしょうが、そこは言ってましたから。ニュージーランドに留学してましたね。はい、そうなんです。そうですよ、ね、マオリの方。やめさん、やっとリーチまで、ね、レッドヒートだよ、もう。デュース、デュース、いや、デュースもやめよう。デュースだもんね。この泥試合見たら終わんないですよ。でもこれはもう最後にふさわしい。勝った方だよね。もう勝った方が優勝ですよ。はい、なんかもらえる、へなぎさん。CM。 何が欲しいの。CM。 なんでこの泥試合を見てへなぎさんが努力をしないんだっけ。
行きますよ、はい、最終問題、はい、それでは問題です。日本のプロ野球はセリーグともう一つは何、どっちが早かった今。うわー、今の同時ぐらいでしたよね。同時に言いましょうか。そうっすね、そうっすね、いきますよ、はい、同時にセリーグと、せーの、パリーグということで2人とも正解。ということは2人とも今回は、まあ、そうっすね、すごい。最後の一問は最後の一問やります。すごいじゃん。最後の一問、じゃあ最後の一問で今5点5点だから、今5点5点ね、決めるんですね。じゃあじゃあじゃあ最後やりますよ、はい、やろうも、はい、じゃあそれではいきましょう。本当に最後の問題です、はい、問題ズバリ、はい、アメリカの首都はどこ。これもどっち、これも一緒です。一緒だよね。じゃあ同時に言おう。せーの、いやこれじゃあこれ もし同時正解だったらこれで書く、書きますか、あ書こうか、はいはい、あ言いましょう、はい、じゃあそれではアメリカの首都はどこ、せーの、ワシントン、うん、DC、ワシントン DC、 ワシントン DC と奥永さんがニューヨークこのままだと2人とも不正解になりますちょっと待って待って、これはやっちゃいけないやんよ、ね、もう最後の最後に閉まんないっすね、閉まんないな。違うよ、これは私が一文字切るの難しい。ワシントン DC ね、ワシントン DC でしょ。で奥永さんがニューヨークね、うん、はい、正解はワシントン DC という。一般常識クイズ、勝利したのは小川真さんです。だね、だって年が上だもん、やっぱ経験値が。これはもう僕はもう本当に笑いすぎて腹筋マジで痛いんで、最後ヘナギさんちょっと一言いただいていいですか。小中さんは悪い大人に騙されないでください。そうだね、心配ですよ ね。そうだよ、だって2年さこうやって乗り越えてきて3年目にね、なんかあるかもしれないから。小川さんはね、なんだかんだで強いからね。なんだかんだけど、なんだかんだ7年8年ぐらいなんか生き延びてきてますからね、体勢がついてる。まあ小中さん負けちゃいましたけども、これに免許にまたちょっと挑戦しに来ていただければ、ね、ぜひ頑張っていきようと思います。生きてたらなんとかなるんですか。はい、人間は生きてたらんとね。ということで、ダブルマコトの一般常識クイズでした。ありがとうございました。ひまわりでぐるパンパンパン、オタクなヘナギだ、ポワポワポワ、三人井戸端スマイルモーニング、グッドボタンよろしくお願いします。